り上がり。やばい、見てない。1枚ですか。いきます。まだ見てないからリアクションせえへんからな。絶対170っすか。帰ろう。お疲れ様です。あ、俺ら全然向こうやわ。全然向こうやわ。何撮ろっかな。まあ173番でもボロボロになっちゃったんですけど、これは別に僕がボロボロにしたわけじゃないんで、本当に違うんで、ピエロさんなんで。まあだからごめんなさい。また朝一パチンコから。レッカの炎でいいやん。もうそんなもん、もうレッカ勝っちゃうから嫌なんですよ。本当ヒリつきたいんですよ俺。勝てるか勝てないかみたいな。アマレジよ。いいから球出すよ。多分割とちょっと前の方の方とかはもしかしたらスロット座れんじゃねえかって多分思ってるはずなんですけど、絶対無理です。絶対無理と言いつつ俺も見に行くんですけど、もうパチンコ全然座れんじゃん。これダメだな。見に行くだけ無駄だな。でも一応スロットを見に行く。よし。まあまあまあ、もちろん飽きないはないわな。空いてない。ジャグラーだけ一応軽く見とくか。あ、ない。いやいやいい、もうジャグラーもいいや。もうケージ、俺ケージ打ったことないからケージ打つか。いや、マジプリあんじゃん。マジプリ打とう。マジプリ取られたわ。え、ケージも全部取られてる。やばいやばい。ああ、取られた。じゃあ、ケージにしよう。古い方のケージ。319の方ね。まあ、マイルドのやつ。これ行きたいなと思いますよ。ありがとうございます。あざす。じゃあ、背中にね、ちょっとこれ、ガムテープ書いてきてもらったんで、これ貼りながら実践したいなと思います。じゃあ、飛びましょう。飛んできました。というわけで、おはようございます。スロパチステーションの磯丸です。磯丸の成り上がり、回答録と。いうわけで本日やってきたんですけどね、ここ、キング会館日の店。はい、まあもう見てもらったと思うんですけど、抽選番号173番ね、あれケージの319の方なんで、まあ5万発は無理かなと思うんで、とりあえず3万発軽くね、軽く出して、でそっから空いたスロットで引きでぶっ壊してやろうかなっていう、そういう算段でございます。はい、イソバンの成り上がり、回答録で突破しなければいけない目標4つ、こちら。前回ね、前ここ来た時に、レッカの炎で、まあ、結構出したんで、まあ、その感じで、まあ、サクッと出してサクッと勝つと、そういうスタンスでいきたいなというふうに思いますので、今日も気合入れていきましょう。じゃあ成り上がりやろうかなと思うんですけど、カップル歴何年ですか。あ、結婚。あらあら。僕たち子供みたいな感じになっちゃって、いきましょう。じゃあ今日も気合入れて、じゃあ今日も一日キング会館日の天でいきますよ。せーの、はい、成り上がり。声が出てないですね。声が出てないな。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。じゃあ行きましょう早速。えいえい、行こう。行きましょう。じゃあね、ケージ懐かしのやつですね。新花のケージかなです。ああ、やべえ、右打ち。まあ本当はあの信頼の白い筐体のケージを打ちたかったんですけど、雲の彼方にみたいな。良かったんですけど、まあもう全部取られてて取れないと、座れないとってなったら、もうね、古いケージにしようと。最初からルパン行こうと思ったんですけど、まあケージでいいやと。最近やっぱ動画で結構負けの波が来ちゃってて、ちょっとつらいなっていう時なんで、なんとかね、こうパチンコとかで、ね、流れ変えて勝ちの流れを持ってきたいですね。まあ、サクッと、まあ、本当3万発は嘘やけど、2万発ぐらいは出して余裕を持ってスロット打ちたい。アドバンテージ持ってね、もうちょっとね、パチンコでもいいやと、広い気持ちで、でいっぱい出して、でやっぱスロットもいいな思った時にパンスロット打つということなんですよ。どういうことなんだろうね。それ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 そいそそれ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 そいそそれ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 まる。
いそまる、いそまる、いそまる、いそまる。早く当たれや、いそまるのパチンコ。おお。てりゃー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 。というわけで2万円目。今日俺3万しか持ってないから。きついな。いやー、まあ大丈夫やね、これは。はい、ネギリさん、でーよいしょ。まあ保留が弱いもんな、毎回。ルル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 ル。たぬきごめん。いった。ギセルいった。長かったからね、これ。4秒、4秒ね。いいバイブ。さあ、バイブがたまんねー。ああ。大丈夫かな。かわいい。一応赤。おい、おい。緑止まりか。おじいちゃんがめっちゃ強いやつですよね、これ。やべえ。ダイエットの、ダイエットのアイテムみたいな感じでブンブン振りますから。でら、倒れ。いや、マジか。お前、キセルやぞ。いっとけ、キセル。いっとけ。だーまあ、そんなもんだよ。まだわからんけどね。というわけで3万円目サクッといっちゃいましょう。これで僕のお財布の中身は、はい、デリーともらいます。なんとかして頭下げて全部 50% 取ってんすか。やばで、俺は 50% 取れなそうな。やめろ、そんなこと言うな。取れる取れる取れる、いける。おわ、打ち始めたのに。クッション、おお、当たる、いけるいける、バイーン、食らいやがれ。まあまあまあ、ゾーンとしてはまあ悪くないっす。バイーン、当てよ、これはもう当てよ、そろそろ当てとくか。俺もだよ。大変モノゾーン、おい、来たー。油断はしないけどね、油断はしないよ。散々騙されてきてるから。不便で不便で仕方がない。カーッ、大丈夫大丈夫、来てるやろ。あー、やばいかも。いや大丈夫大丈夫、まあまあバコーンって。はい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 、おしっこですね、おしっこ。カットイン、蝶々柄とかやったら当たるかもなっていう感じです。蝶々柄も全然外れるんで、いきます。赤のマリー、おしっこぶっかけて、おしっこぶっかけて、お願い。あ、くー、膀胱が弱かった、ただそれだけだ。膀胱が弱かった、しょうがねえ。500回転どうパシャマスわ、よく見たら510回転。もうつらいよ、319の分際で。あと1500円しかないです、俺のキャパが。じゃあどうも、そろそろやっと当てときます。じゃあ普通に当てますわ。じゃあもう、あ、いけいけ、
これより我ら修羅に入る。バイいい感じいい感じ、一気かけぜいガーよー、いいぞ、あーええー、もうよーええー、わグレンタイは鬼浜だけでいいんやけどな。バイバーお適当におっしゃったけど天運バイバイ超ガラホルが来たー。あーちー歌舞伎ごめんだよ。これはもろた、これはもろたで、ね、いける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 、545回転いける、立てどえらい音鳴ってる、ぶちかませいや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 頑張ってラスト50%なんで取りましょう、気合で、でーでーもうダメじゃん、うわ50回やきっつ、まあ、じちゃん50回で当てましょう、投資がね2万9000円はい、頑張りましょう、頑張ろう、もう全然引き戻せる。これ沖縄から来てくださった方がチースコーのショコラ味くれたんですよ。食べたことあります？俺チースコーはよく食ったんですけど、ショコラ味初めてだからちょっと今食べてみたい、食べよう。はい、沖縄行かんの食えへんな、これはよかったらもらいもんやからあんまあれやけどな。うわめっちゃうまそうやん、うまいうまい、めちゃめちゃうまい、めちゃくちゃうまい、めっちゃうまいっすよほんまに、食レポできるわ俺、うまいしか言うてへんけどほんまにうまないっすか、めちゃくちゃうまくないですか、なりやがり。というわけでね、まあ花のケージで頑張って被いたんですけど、まあ、全然被けず、むしろねお財布の方が被いちゃってどうしようかなっていう感じなんですけど、とりあえず今からねあのギアス、取れ、R2 の方ですね取れたんで、まあ売っていこうかなというふうに思います。まあで、あの YouTube で取り出しさせていただきたいなというふうに思います。はい、いきます。次、次じゃん、一発目いきます、アイさん、この人いつもコメントくれる方です。最近はスロ打って負けてネタにしているがデフォなんですか、当たらない回を毎回見るのは本当こちらも辛いんですが、実践して編集して大変なのは分かりますが、妙なバラエティのノリだけ取り入れるのはどうかと思いますと、的確なコメントありがとうございます。本当にそうなんですよね、もう本当になんて言うんだろう、負けたくて負けてるわけじゃないのは分かってほしいです、勝ちたいんですよ僕だって。でもま、負ける回は本当にどうしようもなくなっちゃうんで、本当負けてただ負けるだけじゃダメなんで、ちょっとどっかでしょうもない小ネタ挟むしか思いつきません、ごめんなさい本当に。なんでまあ勝てるように頑張りたいなと思ってるんですけど、なんで応援してもらえるとありがたいです、すいません。次、カイロソーアリーナさん、これもなんか結構振りかぶっすよね、振りかぶな方っすよね、野菜とか食えって見てください、これ野菜ダメですよ、言われる前から頼んで食ってますからめちゃめちゃ野菜ジュース。次行こう、村田大和さんから、磯丸くん負けすぎ、たまには勝ってくれないと不安になると、まあまあ似たようなあれですね、
負けたくて負けてるわけじゃないんで、自分の引きの波はもうこうなんで、もう分かってるんで僕、まあ、低迷してる時は本当にもう低迷し続けると不安になってくれてありがとう。でももう頑張ってそろそろ勝ちの流れ掴むんで、タンメ食って頑張りたいなというふうに思います。とりあえず今日勝ちますわ、絶対。本当に借金したら分かります。というわけで、気合入れて頑張りたいなというふうに思います。まあ、僕の財布の中身にもうあと残高あと1000円しかないんですけど、もうそれつけたらもうそっから借金コースなんで、笑ってるけど辛いですからね。まあ、とりあえず頑張っていきたいなというふうに思うんで、タンメ食って頑張ります。はい、これけ、これ欲しいんだよ、これ。はい、はい、ああ、間違えました。成り上がり、さきちゃんじゃん。あれ、あ、おい、おい、おい、レベルが、やばい何をしてるんだ、コニコちゃんたち。レベルがちげえよ、マジで。どんだけ、こっちこっちこっち。そう。最後、まあ。で、それ揃えたらボーナスいくから、はい、やってみ、はい。レギュラーやんけ、ネギバラッシュ、レギュラーやんけ。アプリで検索。いやいや、おかしい。カスいや、だからもうビッグは。あれ、レギュラーや。じゃあこれガチャ一回引いてみよう。じゃあもう全然何これ。いやいや、もうポンコツやった。何のキャラクターやねこれ。超面白いユニバラッシュ、僕たちソロパーティーステーションのアプリで出てくるんで、よかったら検索してダウンロードしてみるのもいいんじゃないのかななんてことも思ってます。はいね、はい、僕も書いてる。あ、そうなんですよ。これ、ピルさん書いたんですか。これが復活で書いたんです。まあ、とりあえず、まあ、ユニバラッシュ、おもろいんで、ぜひやってみてください。ハズキちゃん、出るといいね。コットも、出るといいね、ゼウス。成り上がり、成り上がり。はい、というわけで、コードギアス逆転狙って頑張ります。いや、もう本当久しぶりよ、ギアス様の。結構前にボロボロにやられてからもういいやと思ってあんま触ってなかったんですけど、でグラフはかなりへこんでて、もうちょっとで2000枚飲むかなっていうところ、 ART 入れちゃえばもう設定関係ないんでぶち込みます。もうリベリオンアタックじゃなくてボーナス中に C2 を揃える。休憩から帰ってきたら、まあ毎度のことなんですけど、お帰りなさいませ、我に従え。正直俺カモメの絵かと思いましたね。多分ギアスなんやと思うんですけど、ほぼカモメっすね。今日は何の絵描くんですかって聞いたら、むずいって言ってました。というわけで頑張りましょう。というわけで僕今日3万しか持ってなかったんで、早速なんですけどごめんなさい、絶対返すんで貸してください。もうなんかもうお金借りるのが当たり前みたいになって、もうそれが怖いんですけど、当たり前じゃないんで、もう普段は絶対もう貸す側なんで。というわけで借ります。すいません、ピエロさん、ごちそうさまです。乗り移ってもいいっすよ。いやいや、すいません。あ、え、単独当たりましたね。単独ハイパーラッキー、1000円。なんか3万1000円ですね、相当し白でしょ。はい、単独これは来たね、流れ来ました。250枚獲得、よし。作品は最終局面に移行する。はい、スイカから。でも負けではないね、多分赤ビッグっすね。青ビッグかい。おしまいってことじゃなくて、おしまいってことじゃなくて、マジか、スイカからハイパー。まあ助かりました。行きましょう。やば、1G でみたいなもんっすよ。やべやべ、今やめたらプラスか、いやマイナスや。
全然マイナスや。ART 入れれたら最強やったんですけど、まあ入れれず510枚獲得っすね。やべえやべえ、 A タイムみたいになってねえけど。ナマゲの神にはゼロが邪魔だ。ロケット、あいいね、これはアリメリオアタックっすね。あれこれ ART、 ART 直るんじゃないですか。マジで私もできることするだけです。チェリーでボーナス当たってたっていう。いや A タイプやんこれ。何ゲーム、8ゲーム、8ゲーム、448と12ゲームと8ゲームでチェリーから A タイプやん。今日はあれやね、スロットの日やったね。やっぱ、あ686枚そういう機種やったっけっていう感じです。いやいや、これまたボーナスいったら超おもろい。何これ、ボーナスやろこれ。何これ、入れ気味やるかな。あほら見て見て、こっからボーナスいき始めて12ゲーム、8ゲーム、11ゲームボーナスだけで。怖い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 、まさかの箱。マジでこれリロより早いよ。869枚ただの A タイプやん。でレベル4アタックいきましょう、サクッと当てましょう。カレン、カレン、カレン、シンク、はい、おっとーい、乗ってるよ、1000円だよ、1000円いきましょう。気持ちいい、ブラックリベリオンいきます。マジかよ。ラッキーっすね、超ラッキー。いやー4個やわ、きついね。あービスマルクやめろよ。あーでもレアくん、おーチャンスめ、2人いきましょう。こなってはない、おー 25%、言葉いられ、あ、5個、3回目、いやー惜しい、いくよ、うわーうまい、うまいだろこれは。ボナッチェ、ボナの可能性もある、波なしなんで外れ目、最後までいけば OK、 赤ウィックですね、うめえうめえうめえわ。OK、 1000枚突破しました。ほとんど ART の力じゃないけど、ほとんどボーナスの力ですけど、まあ1個しか貯めれずですね。やばい、おー危ねー、残り1個まで減らされましたけど、気合でいきましょう。やべえ、ニコでギアスバトル、ついにここでさよならベイベー。いやーもったいねー、あー最悪や、1本しかブレイクしてる、チャンスアップか。あー鬼強え、鬼強え、なんでこれが継続するんだって、意味がわからん。まあ行きましょう、ジュイノーチャンスもやろ、ゲイボーナス、今こそ我が名、私の名前死ぬ、やっべやべ、これ100点できんぞ、
ったら揃っちゃうんだよな、これがまた気持ちいい、最高。ほぼまくった、ほぼまくった、ほぼまくった。ビスマルクばっかりやな、マジで。しょー、あ、そりゃそうや。 SPB さんあったよ、忘れた。アーレに負けんのかよ、負けんな。31枚足んないっすわ。まあよう頑張った。いやー、せっかく9個持ってたのにアーレに負けちゃいましたね。あ、いいとこまで行ったんすけど残念ながらっすね。まあなんとかもう一波作ってプラスで終わりたいっすね。で今やめたら1000円負けぐらいで済むんすけど、まあそれはちょっとつまんないんで、あの第3停止フリーズを演出ぐらい怒って。絶対外れると思った。1641枚即やめしたらプラスっす。さすがに即やめはできんわ。結構ここぐらいは多分5ポイントぐらい溜まってると思うんで、レベルアタックいくんじゃないですかね。チャンス、シンク、はい、しょうがない。あっ、チャンス、チェリー、これはもうダメなのか。これただの外れ目ですよね。でも1枚払い出しあるんですよ。リーチ目か。はい、221ゲーム、チャンス目からビッグボーナス。おーい、おーい、一角は怖いから斜め。今日は違いますよ、今日は違いますよ、おい。ぶらりめ行きましょう。うわ、いいぞいいぞ。なるほど。ボーナス当たってる。なんで、何これ怖いわ。バラキラキ ARD 中に来たから、ほら単独や、やっぱマジでそんな引く。472枚、プッシュボタン、行ってこい、行きましょう。スイカ巻き替えは薄かったような気がする。ボーナスもまああれだから、まあでもボーナス行くのが一番楽なんで、きたー、これは行ったんじゃない。しかもレア役スイカか。カレン堂々ちゃん、いやあれ4回目これ買ったっすね。だってこれが消えてなかったんで、あの表のやつが運命。29ゲーム、レアークでガッカーだが、もともと熱かったが、たまれ相手してあげよう。はい、4個でギアスバトル、あー、いける。アーニャン、アーニャンやったら戦える。行きましょう。さっきもアーニャンでやられたけどね。追撃、よし、
ボート結局どんだけ追撃できるかやからね。おい、おお、武器破壊マジで、よっしゃ、もうあとはもうちょろいんで、これでギブアップ。2個で倒しましたね。ここの次のレバーをいきます。新機能来いや。ああ待て待てよ、久しぶりすぎて忘れてた。さあ行こうぜ、ドライドシステム、レッシャーレイ、見たかい、気合いじゃいい、気合いじゃいい、よっしゃー行こう、見せ場やぞ俺。ここの40秒間猛に集中します。行きます。全然1個もたまらへんもあるから、オッケー。いやミッションに行かなきゃダメなんですよね。SP やぞ、欲しいのはここか。いやミッション SP2 個、1個、とりあえず1個。全然ダメでしたねまあ SP1 個はここまで使っちゃうんで、はいよ、 OK。 というわけでこの次のレバーで、レア君引けるともう一発ストロイド。はい、残念、惜しいけどね。というわけでいきましょう。下手くそかよ。まあ70パーオーバー、ああ大丈夫でしょう。いやーもったいね。復活っす。 OK。 とりあえずでももうピースが0個になっちゃったんで、いやーやばい、うっそでしょ。爆弾だってそこは。しゃ、気合で頑張ってます。夜。うわうわうわ。しかも食った。ここ気合で倒したらゼロレクイエムです。もうやめてや。これは振り分けがや。これはやるしかねえよ。やるしかねえ。ゼロレクイエム入れてえな。何をやっている、熱い全長経由。しゃーボーナス、うますぎる。いやしかもレクイエム一番欲しい時に一番欲しいのが来る。さあ行こう。いやー2個思い出せ、ギアスで8000マイルした時の俺。やればもっともっと貯めれるよ。2個、7個でスザクを倒さなければいけない。信じろ俺、ここやぞ、行きます。タイマーや、いけるぞ。150、ぶっ飛ばせぶっ飛ばせ。いや、いける、ぶっ壊せ。250だけ、これはボーナスか。外れや、やばい。サンブレイクなんで70パー以上あるんですけど、チャンスアップ。こ
からん、まだわからん、まだわからん。あー、これはやらかした。844枚。うわー、これはもう無理や。あー、やばい、血が、血がもう、あーあー、油断した。俺もうボーナス当てたもんやと思って油断してしまった。絶対やったらあかんやつや、最悪や。じゃあ、はい、とりあえず生き物を確認してなかったんで、まあ、かなり良さそうなんですけど、まあちょっと、まあ、やっぱ時間の都合があるんで、電車の時間があるんで、ちょっともう終了にしたいなと思います。まあ、ちょっとグラフ見てほしいんですけど、こっからっすよ、俺こっから打ったんすよ、こっから打ち出してブレーンブレーン、まさかのプラス域まで行きましたからね。こっからブワー、やばくないですか。まあもうボーナスがもうA タイプみたいに一時期来てて、で ARD の入りも抜群に良くて、でまああとまだね時間、まああるっちゃあるんで、誰かがね、まあ多分打つと思うんですけど、まあぜひ出してもらえたらなというふうに思います。とりあえず僕の実戦はこれで終了。勝ったぞ、久しぶりに。はい、じゃあというわけで僕の実戦の方終了しまして、結果はね、まあエンディングで言うとして、とりあえず、ぐるっとね一周見ていきたいなというふうに思います。まあ、やっぱり、360人並ぶだけあって、まあ、番長、かなり挙動良さそうな感じ、絶頂も行かれてる、5とかじゃないのかなという話は出てました、まあ、結構お客さんも変わってらっしゃるのあれですけど、ね、ブラッドブラス、ブラッドブラス、コードギアス、コードギアス、で、まあ、ビンゴも2950枚、一撃じゃないんですよ、かなり回数積んで、で、あとトモ、あとこれ、まあ、もう本当、シュラもかなり良さそう。で、サンダーもね、まあ、お客さん変わってるんです。あー、いいっすか。サンダーも、まあ、今やってくれたんですけど、110分の1相当いいっすよね。頑張ってください、あざす。現段階での別組がこんな感じ、ビンゴ、サンダー、サンダーっすから、ね、やばいわな。で、ゴッドので、今回どうなのな。ハーネスは今特別進んでるわけでもないですね。ただまあ、凱旋がやっぱ強い。はい、で花火、さあ136分の1どうなんだろう。まあ2台消しとかはどっちかは当たりという状況が作り出されてるのかなというふうには思います。あのマギ3が、あ、2が全部へこんでますね。どうなんだろうな、ダメだったのかな。で、まあ、マドマギ555がやっぱり、まあ、マドマギは5も日野といえばマドマギっていうのがあるんで、初代のね、かなりいいのかな。で、バジは3台出てます。まあどれ、まあこれはわからん。まあまあでも4台中3台はプラスで終わって、プラスっぽいです。7900枚、あれは絶対当たりっす、絶対当たりっす。これだからどっかから出玉持ってきてるのかな。おお、まあいい、積んでる、しっかり。だからもうすごいな、半分以上の台が上に玉を積んでいる状況。おはす、これとかいいっすね。20の28、マイナグなんで、まあもう閉店前で出張るしかないっすよね。まあ間違いなく6はあるんだろうなっていう状況ですかね。じゃあ今までの傾向だったら、絆と丸巻きがやっぱ極端に強いっていう印象だったんですけど、まあなんか違って、こっちの手前の番長とかバラエティとかも配分として使っていってるのかなっていうふうには思いました。予算増えたんかな、予算増えて余裕が出たみたいな感じかな、わかんないですけど、まあとりあえず、まあ、プラスになったんでよかったです。とりあえずエンディングいきたいなと思います。片付けます。牛角叙情園、叙情園、ありがとうございます。いや、もう声もガラガラになるぐらい、たぶん日の点で枯れるの多いっすね。お前も日の点で枯れてるけど、まあ、あんま覚えてないけど、というわけで、まあ、とりあえず、僕の人生終了しました。もう早速ね、収支の方発表したいなと思うんですけど、パチンコ、スロット、合わせての総投資が3万1000円、回収の方が見える見えるかな、2649枚、上場円、血圧がやばい。パチンコのレシートもあるんですよ、一応。ちょっと待ってくださいね、よう思い出しましたね、これ、君の名はのチケット、
677玉。まあまあまあ、こっちはもういいですわ、どうでもいいですわ、これポン入って捨てたってもいいんですけど、ヒソちゃんやりました。もうほんと負け続き、全然今までの負け額をまくってはないんですけど、1週間で20万とか負け取ったんで、それを全てまくってるわけではないんですけど、流れを変えるっていうのはやっぱり銀と銀でも漫画に書いてあったんですけど、やっぱ流れをまず掴むこと、それがやっぱ大事なのかなというふうに思います。でも今日勝ったで、出玉の状況もやっぱまあお店がやっぱその個人番70代とか74代とかしかないお店なんで、実際お店なんですけど、実際お店のなんて言ったら出せる出玉の量を超えてるぐらいは出してるかなというふうに僕思いましたね。なんでまあその360人ぐらい並ぶのも全然裏付けるかなとかなというふうには思いました。あんま褒めすぎるとね、あのお盆みたいに抜かれるんでやめとこうかなと。あもう流れを断ち切ったのが本当にでかい。どう最後僕ってレギュラスなんですけど、全然上あったと思います。てかむしろ上でしょう、おそらく。まあ、確定系とか何も出てないんですけど、もうやっぱリベリオアタックあんな当たんないっすよ。当選はまあ別として、あれはもうポイント貯めまくったんでまた別なんですけど、あとはもうなんかもう僕打った時だけちょっとリノみたいなの出たんで、もうなんか広角入ってないから分からんけど、まあサクサク連チャンしてくれたんでありがたく、まあ2000名前出ることができて、もう私満足して名古屋に帰ることができます。もう喉がガラガラなんで、もう家帰ってゆっくり喉喉飴喉飴食って直したいなというふうに思います。じゃあありがとうございました。本当に久しぶりに怒りましょうか、晩飯。はーい、いか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 。すんねんお前これ、おい